はい、ですね。では、それではですね、ロックマンダッシュの実況プレイを再開していきます。左手の右手の武器を変えてきました。じゃあやっていきまーす。誰だ？誰だっていうね。とりあえず威力が高くなったので、それがどれぐらい高くなったかをちょっとお見せしたい。結構遠距離で撃てるので、バコーンとね、もう一撃ですよ。違った！あ、一撃じゃなかったけど、パワーアップしたからロックバスターの。1,2,3,4,5 発出るようになった。で、威力が1段階上がったから黄色になってる。強くなってる、強くなってる。で、こっちか。で、この左の体力ゲージが赤くなってる時にダメージを食らってしまうと余計大ダメージになってしまうので、連続でダメージは食らわない方がいいと。で、ここら辺の宝は取ったのでスルーしていきますと。で、この次のここで、反対側か。で、ここに行くと、あ、この二重扉ってあれか、ロックマンシリーズおなじみのボス戦の前のやつのことか。来た瞬間撃つ。もう一丁。オッケー。おっと、もう撃ってきた。一匹ずつ確実に。いやー、かわしきれない。お、ちゃんとあいつ撃った後も方向修正してくるんだな。あ、方向修正してくるのか。まあ、避けるし、なかなか精度の高い。てか無視すればよかったのかな。ん、どっかいる。うわ、ここは下り坂。反対側も下り坂。なんだこれは。違うダンジョンにつながったっていうことか。あ、これここか。こないだ来たところ壁が壊せそうだなって言ってたところかな。特殊武器のエネルギー見てなかった。もう使えないじゃん。何か壊すんだ、特殊武器で。こういう武器で壊すっていうのはロックマン X ではおなじみのネタだったけど、ここでもそれが露出されてるっていうか継承されているのかな。どっちから来たっけ。あ、どっちから来たこれ。参った参った。いや、とりあえずこっち側から行こう。やっぱ下で道つながってるってそういうことなんだ。あ、じゃあこれもまた違う、遺跡につながったんだ。やっぱ違うもんな、壁の色が、うん、もうクリアしたやつなら敵はそんなにいない。あ、いるか。でも一応出て入れば復活するもんな。あ、ここが壊れるんだ。トラップかな。ラピッドストライクを手に入れた。ん、なんか速射プラス4とかじゃないかなこれは。連射プラス2か。速射じゃなくて連射か。連射プラス2、今更だな。まあ今はこの状態でいいや。あんまりどうだろう、連射を上げなくても一応やっていけてる気がするから。それにしても特殊武器を今使い切っちゃったことが痛いですね。とりあえず寄り道は今道潰したから、普通の道に戻りたいんだけど、どっちからだっけ。こっちかな。
戻っちゃうかな。あれはもう開けた宝箱っていうことは戻ってるな。うーん、マップが表示されてるんならば入ってきた方を表示させてほしいな。ゼルダの伝説のコンパスマップみたいな感じにしてほしかったけど覚えてない方が悪いか。これなんか毒の沼っぽいのかな。これいけんのかな。あ、いけない。左右はいけない、直線の道か。で、これで新しいところか。え、うわ、なんかボス戦っぽいな。なんだよこいつ。ちょっと調べるか先。ん、壁に穴見るのか。壁に穴はない。え、ない。ちょっとあいつ無視しよう。この反射パターン、リフレクターね。来た。大きい。多分これでフラッターを直せるよ。あ、あの飛行船をここで直せるということで、多分これは難なくこれが取れるんだろうな。で、きっと帰り道にさっきの変な何、ミシュランのミシュランのキャラクターみたいなやつが動き出すんだろうな。絶対そうだ。はめた。シールド解除。オッケーか。あ、この目の動きがいいね。いいんじゃないか。今回も警報装置作動しなかったね。オッケー。なんだか怪しいな。ちょっと気をつけて。はいよ。まあこれで、キーアイテム青、黄、赤、あだ名大きくなってくる。これで3つのディフレクターエネルギー源が手に入ったのでいいんでないかな。で、帰り道あいつが動き出すんじゃないのかな。やっぱりね。ビーバーでの影がどこにいたんだろう。どんどん影が大きくなる。かなりの戦闘力だよ、ロック。リーバードっていうのは遺跡にいる敵のことを総称してリーバードって言います。もうこの声優さんにこの手のキャラが来たらもうあの映画しか思い浮かばないんだけども。なんだよもう、その手翼になってるだろう。ヘッドスライディング、何こういう時に。とはこれをかわ、これをかわして、危ない。うん、どうしよう。あ、やっぱりあれを倒さなきゃしょうないんだ。寝転んできた時を狙うんだろうけど。うっそ、どうする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 、ちょっとどうする。あれ強いよ、強いよ。ライフを回復して、もう一回しかこれ使えないのがきついけど、あれはきっと段数はいらないから攻撃力を重視した方がいいのかな。これをパワーライザープラスにして、あ、これで攻撃力マックスになった。こういうことか。分かった分かった分かった。ずっと打ち続けてジャンプモーションになった瞬間飛べばいいんだ。距離を置いて、このここで打ち続ける。頭入った頭入った。
で、ヘッドスライディングになった瞬間、逃げる。よあ、飛びながら撃てばいいのか。なんだ。そういうことか。うっち、タイミングがずれた。モンハンみたいに常に敵すごいホーミング性能だな。なんだ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 。立て続けに食らっちゃった。あーだまずいな。これどれがいいかな。あ、なんかちょっと動きが悪い。どうしよう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 。よ、当たってる当たってる。あー、ジャンプしてるとき攻撃してくんないときがあるのはなんでだ。あ、後ろ向いてるとダメなのか。これでいいのか。よ、これをかわしたときに撃てばいいのか。あ、分かってきた分かってきた分かってきた。ヘッドスライディングを誘って真ん中に戻って衝撃波打つ時だけこれかわして、でこれで打てばいいのか。あ、弾かれる。よっ、で真ん中にジャンプした時かわして打つ。あー、で後ろ向きにジャンプは飛ばないと。よっ、怖い。よっ、飛び損ねた。まずいよ。まずいまずいまずい。よっ。当たんねえか。まずい。もう一回来るか。もう一回来や。とどめな。うわっ、キャーく当たった。あっ、いましゃー。今なんでジャンプしちゃったんだろう。一個余計にジャンプした。悔しい。あー、悔しい。華麗に初見突破しようとしたのに。悔しいぞ、今のは悔しい。うわー、悔しい。うわ、めちゃくちゃ悔しい。いやー、たまにはさ、ボスをさ、初見で突破してさ、華麗に倒したいよね。邪魔ー。ここら辺の敵は無視しても。さて、じゃあボス戦までカットって言いたいけども、そんなにそんな距離でもないんで、ここら辺かわしていこう。いやー、今の悔しかったなー。よっ、まあ動き続けていけるわ。当たらない。ここでワニーゾーンかな。なんかもうここら辺のワニは全部無視が安定みたい。あ、撃ってきた。うん、全然ノーダメでいける。パーツを変えよう、やっぱり。で、攻撃をマックスにしとこう。この反射パターン、
し、3つはめて、でここのムービーは飛ばします。でボス戦ですね。壁に穴ないよね、この最後の部屋も。ない、よっ。急にリーバートの影がどこにいたんだろう。どんどん影が大きくなる。ということで第2戦ヘッドスライディング誘ってよけて、あれ空中でこの特殊武器撃てんのかな。よっ、あ撃てない、撃てないわ。よっ、危ない。いやもう確実にちまちまと当てていこうかな。よっ、よし、危ない、よし、よいしょ。でこっち向いてからがチャンス。よ、ここ。オッケー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 。でかわしてタイミング見計らって打つ。よし。かわして真ん中戻って小ジャンプ。こっち向いたの待って大ジャンプ打つ。よし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 。よし。ヘッドスライディング誘いまして。もう一回来る。誘って戻って小ジャンプ、振り返ったところ見て、あちょっと今欲張っちゃったな。小ジャンプ、よっ、あれ当たんないか。もう戦い方が分かれば、よっ、戻る。小ジャンプ。よし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 。わお！飛び越えた。わお！よし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 。パワーマックスのロックバスターだもんな。そういえばこのロックマンチャージショットができないんだな。よっ。これでとどめかな。オッケー。ああ、おお、すげえお金。そうだね。オッケー。難なくリ、あ、間違えた。こう、アクション RPG あるあるだと思うんだけど、こういうゲームって。左右対称のマップだとどっちが入り口でどっちが出口だか分かんなくなっちゃう。とりあえずここのボスは倒したから、これでうまく脱出までいければ。なんだこの兄は完全無視でいいのか。倒そうとしたのが間違いだったな。うん、で話の続きですけれども、このまま外に出ればクリアじゃないかなと思う。やっぱり一回帰っといてよかったのは、パーツが2つ装備が限界だったのが3つ限界が1個上がったのかっていうのかな。3つまで同時に装備できるようになったのが大きいかな。うわ、うん、違う。こいつパワードバスターみたいなの打ってくるな。お腹すいたでしょ。お腹すいた。冷蔵庫にアンジのパン作ってるよ。痛い。あら、なんかご機嫌ですね、ロルちゃん。まさ、旦那帰ってねえんだけど。すごい。
あの扉の向こうですごい攻撃してるんだろう、ね、ピシピシュってなってる。よし、無事帰ってこれた。早速セーブしよう。エネルギーチャージしてセーブ。よしよしよし、ちょっと一回ゲームオーバーしちゃったけど、まあ無事クリアできたっていうことで、イベントを見ようかな。いい作戦が思いつかん。こうしている間にもあの野郎が島のお宝をガンガン掘り出しているかと思うと、なんかこうじっとしてられねえな。焦らなくても大丈夫よ、お兄様。どっちみち私たちが狙ってる宝は一番大きな扉を開けるまで取れっこないんだから。マグカップ。それまでにあの子をやっつければいいんでしょ。つまんない宝はあの子にくれてやればいいのよ。目指すは一番大きな洞窟、メインゲートに眠る宝のみね、お兄様。そうだな。いっそあの野郎がメインゲートを開けるまで待つってのも作戦だな。それまでせこい宝は奴に一時預けておいてやる。最後に笑うのは俺たちボーン一家だ。損して得取れってどういうこと。ボーン一家かくんなの。でワイリーのおっちゃんに戻ったか大将。はあ、ほう、そいつをディグアウトしてくるとはな。お前さん、わしの想像以上の弾だったようじゃな。これからもボーター好きな時に使っててくれ。なんだこの世界だとワイリーが爽やか紳士になっているが、さて、ロールちゃんの話を聞きに行きましょう。おばちゃん、あら、どうしたの。ロールちゃんのことを聞く。赤い帽子の子でしょ、さっき上に登っていったよ。上、あー、出ていったってことか。これエレベーターだからな。なんか不安定な BGM なんだよな。ロールちゃんは車の中か。ロールと話す。今度はレッドリフレクター、すごいよ。ロック、これならフラッター号を直せそうだよ。やったね。おお、イコールロック、フラッター号を直すよ。よし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 、これで飛行船が直った。直るのかな。もうあれがエネルギー源だね。ディフレクターの方お願いね。オッケー。よし、できたよ、ロールちゃん。こっちも準備 OK。 エンジンに火を入れるよ。そこの青いレバー持って。うん、これだね。私の合図でお願い。わかった。セルスイッチオン。リフレクター回転スピード上昇、エナジーフィールド生成 80%、 セーフティーロック確認。カウントダウンからいくよ。3、2、1。ロックお願い。行くよ。おお、上がった上がった上がった。装填および追生成開始。お願い、飛んで。飛んだ。この島の中ぐらいなら飛べると思う。これであの崖の上の洞窟に入れるね。洞窟に行くときには一声かけて、いつでも送っていくからね。なるほど、これで行動範囲が広くなったと。やっと治ったね、ロック。まだ完全じゃないけど、島の中ぐらいならこの子飛べると思うよ。残りのサブゲート、クローサーの森へもこれで飛んでいけるね。でも心配だな。だんだんすごいことになってる気がして、おじいちゃんもなんだか考え込んでるし。ねえ、ロック、おじいちゃんの話聞いてみて、リビングにいるから。うん、なるほど、この大いなる遺産だっけを狙っているんですけれども、狙ってるのかな。
を採掘することになってるんですけれども、大いなる遺産には大いなる災いがつきまとうということがちょっと今の懸念要素らしいです。情報が欲しい。今からどうしよう。フラッター号完全には治らなかったけど、これでやっとクロサの森のサブゲートいけるねっていうことか。よし、じゃあ今回はここぐらいにして、次回はじゃあそのおじいちゃんに話を聞くところから始めたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。また次回もお願いします。バイバイ。動画の更新告知はここをご覧ください。実写動画チャンネルを開設しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。